皆さんのもピーマンドです。今回俺と横浜の143日物語実況21回目は交流戦4カード目の戦い西武戦をプレイしていくからね。現在ロッテ戦ソフトバンク戦と勝ち越しできてますからね。この西武戦はどうなるか。前回のソフトバンクに一度も負けなかった横浜ですからね、西武相手に負けることも一度もないと思います。現在2連勝中ですから、その流れでまずこの1戦目しっかりと勝っていきましょう。1試合目チームのチャンスに注目していきたいと思いますのでね、前回のように打ちまくってやるぜベイベー。今日のベストオーダーはね、どうしよう、先発は石田、いやちょっと調子悪いし伊能の方で OK でしょうね。まあその伊能はもっとひどいんですけどね、ボコボコにやられてますが、4番今日ロペス、筒香5番で、おお、ボーテンが調子いいな。ちょっとスタメン今日で使うのもありじゃないですか、これならばね。そうしましょう。この選手ファースト守れるんで、ファーストロペスをサード、そういう起用法で OK かな。このオーダーでいきたいと思います。しっかりと打って勝ちましょう。さあ、前回のソフトバンク戦に続き、今回もハマスターで行われる戦い。ここだと横浜は強いですよ。それ以外のところだと弱いんですけどね。現在の交流戦順位表はこんな感じです。ソフトバンクと並んでる。そして 1.5 ゲーム差でオリックスを追いかけてるっていう展開だね。まあ、残る9ゲームありますから、ほんとどこが優勝するか、現時点ではまだまだわからないよ。相手オーダーはこんな感じか。いろいろと強力ではあるけどね。秋山にはやっぱ注意だね。シーズン最多安打記録を更新した時の秋山、つまりは全盛期だ。怖えぞ。伊能がそれを抑えれるか知らんけどね。いきなり2ベースを浴びるまあええね、秋山打たれてもそれ以外のバッターを抑えれば済む話。そしてこちらもすぐにチャンスが来るんだからね、無駄にはしねえぞこのチャンス。1回から3点取ろう、宣言しよう。最高。相手先発は野上、まあ当てれば1点のケースだし、ここは軽く外野に飛ばしていきたいところはあるけどね。当てて、抜け、抜け、ない、これは、月が、もう、そんな求めてないことをやるな、ロペス。いや、もうこれ、首まったなし、ロペスですね。あかんわ。あんなとこ、よりにもよって飛ばすんだからね。もったいね。イノ失点するなよ。うわー、で、軽く失点だね。マジか、早いな。あ、でも、こちら、またチャンスを作るっていうね。ノーアウトランナー一塁二塁、まあ取られた以上取らないとね。鷹城だ。バントはいいか、打ちに行こう。ああでもどうしよう、まあ打ちに行きましょう。ここはね、迷うな。いや、やっぱバントの方がいいかも、確実に送って次のまず1点を取ること。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、 OK。 で次倉本で、まあどういう形でもいいからとりあえず1点を入れること。相手は前進では来てないですからね、もう1点はいいって感じでしょう。甘い、さあどうだ、これは外野前に落ちるという展開はないが、秋山の肩、どうだこれ、レーザービームでそのままアウト、余裕でアウトだ。1点入れれず、肩半端ねえ。あそこからノーバウンド送球か。コントロール一つの狂いもないしね。これは一郎ですわ。わあ、これも余裕のアウトですね、本当に。クソ虚しい、マジか、点取れねえのかよ。ほんで取られるしね。伊能ボコボコやんけ、お前。いつもちょっと二軍行きだね。ああ、荒波ホームランが出たわ。これで2点差。まあ、伊能に関してはもう使わなくていいわ。しばらくは。山口また再び上げていこうかな。ほんもこんな感じですから。もう、まあ、でもこっちが点取れないのも原因だけどね。伊能のせいにだけしちゃダメだよ。チャンスで全部無断してるからさ。あ、調子のいい絶好調のボーティングのとこに打席が回ってきた。ノーアウトランナー一塁二塁。うわー、スタンドに運べて一球。もったいね、タイミング合わね。だー、もうあんま、甘パラダイスじゃないですか、ほんとね。甘い球しかなかったぜ、今の。5球のうちに、それ打てないんだからね。もったいねえ、これまた点入らない最悪なパターン。勘弁してくれよ、本当に。チャンスの量考えたらこっちが4対1で勝ってないとダメなんだよ。もう打てない、インフィールドフライとかやっとる場合じゃねえんだけどな。前回あのソフトバンク戦6点差ある中で逆転したチームはどこ行ったんだよ。もういませんね。遠の昔に消え去っていきましたね。あかんわこれ本当に。当てただけ、こんなんで点が入るほど世の中甘くない。クソクソクソ、ダメじゃこれ。こういう野球をね、あのファンの皆さんにお見せしたくないんですよ、プロ野球選手っていうのはね。でもお見せしちゃってる、どうしようもないって感じ。
また失点してるし、もうさあ相手行く一方じゃねえかよ。こっちはチャンス来ても取れてないからね。俺プレイしてなきゃ多分勝ってんのこっちだよ。早めと野上をノックアウトしてたでしょうね。でも負けてんのこっち。なんで？下手やから。それ以外理由ねえだろお前。甘い球オンパレードなのよ。またグリエル、4点差の中7回のチャンスですね。まあ、でも本当前回6点差ね、見事逆転したんだから、この点差で諦める俺はいないよ。ほら来た、落ちる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 、よーしいいぞ。まず1点返して、これで3点差。ホームランが出ればまたこれね、同点のシチュエーション。次こそロペスで打ってやるわ、任せろ。得点圏はクソ関係ねえよ、ここで打つんだから。ロペスはできる子。あーで待って、これは正面に打ってのパーフェクトゲット。はぁ、あ、ため息しか出ない。このロペス本当に来季ないよ。日本でできない子ですね。よし、フォアボール。さあランナー1人2人溜まった状況での9番、また小林、ピッチャーのとこで代打ですね。誰を送ろうかしら。宮崎ですね。うん、パワーもあるし、一撃が出れば、まあ、さっきから言ってる通り同点ですから、スリーランが出ればね。はい、フォアボールで、これも。さあ、トゥアとランナー満塁っすよ、これ。で、バッター荒波、今日ホームラン打ってますね。今季第1号が出てますが、ここでどうだ。ここで繋げるか。次梶谷なんで回したいな。無理から打ちに行く必要はないわな、制球が定まってない相手なんで。ほらねほらね、いいぞ。 T1 よし、これで3番押し出し来い。ボールあー入れてくるんだな、さすがだ。さあフルカウント、勝負の1球打って、これは落ち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 ない。絶対ないんだね、落ちねえんだよあそこがね。もうラストチャンスだったね、おそらくもう無理でしょう。もう諦めるの正解だと思うわ。諦めたくはないけどね。いやまあでも梶谷から始まるところ何かが起こることはないですね。幾度となく来たチャンスを全て無駄にして取れた得点は2点のみ。そら勝てへんよ本当ね。で、伊野くんがいつものごとく守れず打たれるんだからね。まあ、今日の試合で分かったこと、ロペスは来季がない、そして伊野は2軍へ送る、それが正解でしょうね。さあ、伊野の代わりに挙げるピッチャーは山口ということになります。まあ、この男も開幕はずっと使ってきてたんですけどもね、全く調子が上がらずスランプにもなりましたので、2軍に送りましたが、まあ、そのスランプもなくなり、もう一度期待してみようと思いますのでね。まあ、伊野に関してはしばらくの休養が必要でしょう。今のまま使い続けても結果は残せないからね。ソフトバンク戦からの連勝がここでストップしての2戦目ということになりますね。相手先発岸できます。こっちを上げたばかりの山口でいきましょう。今日の試合チームのピンチに注目していきたいと思いますので、岸よりも先に点をやらないことね。ボーテング今日もスタメン起用でいいんじゃないかな、調子いいしね。やっぱ違和感持ってる筒子をスタメンから外して、でボーテングをちょっと4番起用で行ってみようと思う。一つの賭けですね。流れを変えたいので、さっきのゲームのようにしたくないんで、まあ、4番にすることでどうなるか見ていきましょうよ。さあ山口、久々の登板だ。クソみたいなピッチングはもうなしだぜ。期待するよ。みんな今お前のこと嫌いだから、いきなりお前ヒット浴びてよ。ピンチかい、早えな。また嫌われたね。仕方がない、でも抑えないんだから。さあここで山口、あ秋山だよ、まずいな。うわー真ん中、いきなり失投かい。ちょっと投球練習したかったな。なかなか難しいわ投げるのが。落としてきた、しかしバットは止まっています。あまた真ん中、もうええわ結果、何でも三振取れたらね。 OKOKOK、真ん中で十分三振が取れるのであれば。しかしパワーのあるバッターに対して真ん中投げるのは危険だからね、投げれないよ。中村恐ろしいバッターだ。よし、ここは強気でストレート、よーし。グリエルは取って、おー、ブレー抜けてたら怖かったね。まあ抜ける未来はないから大丈夫。うん、取った現実しかないですから。1回からピンチ招いたのはちょっと論外ですけどね。お願いしますよ。さあボーティング4番として結果残せるか、どうだろうね。またワイルドピッチでランナー2塁に進塁、バッテリーエラーが生まれたか。はい三振、まあ、決まれば打たれないからね、本当決まらないからここまで打たれてるわけで、もう決まった球をしっかりと投げるだけですよ。さあボーティングの1打席目きますよ、4番としての。からさんまあね、そんな都合よく結果は出ないでしょう。
ただその後つながって、でも点も入らない。ピッチャーにも打たれんのかい。岸に今ヒット浴びたよ。おんねーこのピンチだしね。もう3イニング連続これだから嫌いなんだよ。巨人に来てからも活躍しない。それどころかなんか事件起こすわ。ほんで浜時代でも抑えないわ。なんやねんこれ、なんで取ったんだよ。ほんと聞きたいわ巨人の GM にね。何のために取ったんですかって。巨人のチームの評価を下げるために取ったんですかってね。さあ中村は大丈夫。はい、抑えた、またもね。ただこれで3イニングの連続のピンチですよ。見てるファンはハラハラでしょうね。いつ失点するか分かんねえわ。ほんで、どうだ、得点は入らないな。おい、でメヒアにホームランを浴びる。で、4イニング連続の得点圏のピンチ。初戦は使えないピッチャーだね。ああ、これまで同様、打たれまくるピッチャーですわ。ひどいね、これね。話にならないわ。ここでたまたまゲッツー取れたから助かっただけ。マウンドに当たったことによってね。いやだからそれしたいのみんななんだって。お前がやるなよねえ。そんなんだからイースター炎上するんだよ。豪快、初めて抑えたね。よかったよ本当。ただ負け取るからよかったっておかしいけどね。まあその後すぐ打たれるんですけどね。何したって打たれるんだね。常にピンチですけど、常にランナーがいますけど、ド M なのかな、何なのか知らんけどね。で、ピッチャーライナー、オーケーオーケーオーケー。あー、今サード投げとけばよかったな。飛び出してたな、失敗した。なんでそっちに投げたんだろう。判断ミスだね。これ以上やるなよお前。よし、で最後もフォーク。もうストライクじゃないんだよねそれが。ちょうど線の上だと思うんだけど、何のボールなんだろうね。はい、でフォアボール、ランナー満塁だ。やっちまった。今日ボールが圧倒的に多いからね。なんだよお前、39個のストライクに対しての52個のボールって。ボール率異常だろ。そんなんじゃまともなピッチングできないよ。常にランナーいるのも納得だね。でロペスはどこに行くんだ。ここで打たれて2点目。そしてランナー満塁っす。でバッター岸っす。さっき打たれてるからね。 OK。打たれない、打たれるのが異常なんだからね。この結果が当たり前なんですよ。なんで打たれたんだよ。ひどい。え、ロペス取ってアウト。もうこの回失点で2点。いやもう内容はクソですからね。内容はもう5失点6失点してる内容ですから。たまたまですよこれ。今日ここまでこれで済んでるっていうのはね、ひどいわ。被安打も10本くらい浴びてますからね。話にならない。で4番ボーティングもね全然打ってないし、4番起用にしてみたところ何の結果も出ない。負けるのこのまま。点取ってよ。おー、ボーティング満塁で。サードぐらいもダメだこれ。何したって無理だよ。残すは9回だ。ロペスから始まるところ、ヒット打って、フォアボール選んで3位。すごい、まあ、バントか。都合がバント。ほんで1点入ったね。どうだ、2点目も入ったね。同点だ。はい、試合は振り出し、延長突入ですよ。どうなるか分かんないぜこのゲーム。とりあえず今安明が投げてるんで、安明は抑えてくれましたね。でこの回さよならを決めれるね。ツーベースでランナーは3塁に進塁してないか。いやーロペス頼む、打って。ダメだ、なんでノーアウトランナー2塁から点が入らねえんだよ。三上も抑えたね。いいぞいいぞ。さあ11回裏フォアボールで出塁からのバントで倉本。うわ、キャッチャーフライ、ふざけるな。で田村の内野安打で最後決めるのは荒波じゃないんだね。はい、延長12回ですよ。とりあえず負けを回避するべくエレラ抑えてくれ。山川にヒット、やばいかもね。はい、でピンチきましたね。いや大丈夫、あと一つのアウト奪うだけなんですから簡単だよ。負けない負けない、絶対負けない。さよ、絶好調ですからねエレラは。よし、でも決め球スプリットで当ててきて、うわー今の当ててくるか。完全に三振かと思ったんだ。はい、これでよしよしよし。はい、これでもう負けることはありませんね。引き分け以上が確定しましたから、まあ引き分けか勝ちか、どちらを選択するかこちら次第ということで。頼む、2番梶谷から始まるところ一撃で、いやー欲しいんだけどねグリエルは。ダメ。ほんで最後のバッターは石川、つなぐことはできるか。残念、ミノさんでゲームセット。
引き分けで終わりましたね。山口さえしっかりしておけばね、よかったんですけど、山口以外のピッチャー誰も打たれてないし、内容もパーフェクトですからね。あの男だけが本当にひどかったですから、伊能の代わりに上げるも結局ね、あの落とした時と何ら変わりないピッチング。まあ、次もこういうピッチングするようであれば、もう早急にまた2軍に落としたいと思いますもんね。チーム迷惑かけるだけのやつはいりませんから、今日の内容見ていく？こんな感じだよ。7回投げて結果は2失点。でもフォアボール3つ、被安打10本ですから、見てるファンはイライラの1日だっただろうね。冒頭も2回やってますし、腹立つわ。それ以外のピッチャーはパーフェクトですからね。中継ぎなんてヒット打たれたのエレラくらいしかいないじゃないですか。それ以外全員抑えてるし、三上に関しては1イニング3つの三振奪ってますからね。神かよ。さあ、一度も勝てないままここまで来ちゃいました。最後の先発は相手菊池雄星とかいう化け物。まあでも2015年どうなんだろうね。まあ2017年ほど圧倒的なピッチングしてたわけじゃないと思いますので、まあそれでもやっぱ打ちづらい投手には変わりないからね。まあ今日は厳しい試合になりますが、一度も勝てないまま西武戦終わるわけにはいかないからね。今日のベストオーダーはこんな感じでいきたいと思いますのでね。ほんで最後はチャンスピンチでのプレーになりますので、しっかりと守り打ちましょう。石田、山口の二の舞になんじゃねえぞ。抑えろよ。よし、完璧な立ち上がりだね。これを山口さんに期待したんですけどね。まあ見事に期待を裏切るという形になりましたけどな。石田はちげえんだよ。やってくれる男。おおで、相手のエラーもあってのこのチャンス。ノーアウトランナー1塁3塁。意外にも菊池をあっさりと攻略できるチャンスがやってきたね。まあまだわかんないけどね。ここから打たないと。今回の動画ここから打ててないんでね。うわー、今もうミートポイントそのまんまで良かったじゃないですか。動かす必要なし。なんで余計なことするの俺ってば。全部チームに迷惑かける形でしかないけどね。うわー、今多分打ててたよ。後で言ってもしゃあないんだよ。当てただけだが飛んだとこが最悪すぎるだろ、いくらなんでも。あーもう進塁打にすらならない。まあランナーとして生き残れたのはいいけどね。さあワンアウトランナー一塁二塁、アウトカウントが増えただけ。非常に面白いと思いますよ。その期待に応えてほしい峰井がバッターボックスです。あーもうこのストレートは無理だな。諦めよう、ストレートは無理だ。打つんなら変化球でと、打ったらこうなったわ。なんぼほどゲッツ打つつもりですか、ピーマンさん、教えてください。僕にも分かりませんね。打ちたくて打ってるわけじゃないんで、出ちゃうんで、天然みたいなもんだ、湧いて出てくるんだよ。どうしようもないって感じ。今ので分かった、今日も勝てそうにねえなってことが。まあでも石田も踏ん張ってるんだ。でもここで連続フォアボール。互いにね、このチームを代表する左腕同士の投げ合いなんですけど、ここで今日初めてのピンチが来たね。さあ恐ろしいぞメヒアだ。めちゃくちゃ打ってるメヒアだ。迎えたくなかったね、こういうピンチで。最後スローカーブ食らねえんだよな。あでも追い込めばやっぱ三振は取りやすいから。なんて言ってたらフェアゾーンにかっ飛ばされるっていうね、すごい打球スピード。内野に当たらなくてよかったね。いろんなものがバラバラになってたと思う。バギー並みにね。バラバラの実の能力者的なね。なるわけねえだろ。ふざけてる場合じゃねえんだ。抑えないと。言って。で、これはファールゾーンへ飛んでいくから大丈夫。最後は外に逃がそう。シンプルにスライダーで。決まった。はい。ゲツゲツゲツ。取れない方がおかしいよ。よーし。まあ、言ってはしゃあないでしょうね。なんて言ってたら負けますから、すぐ取り返さないと。いいぞ。フォアボールでヒット失礼。もうこれは確実に点取れますわ。さあ、菊池雄星 VS 筒香。面白い対決だ。行こうぜ。一発ぶっ放そう。な、ぶっ放さなくてもね、フライで1点入りますから。いや、それは求めてないだろ、お前。うわぁ、もうランナーも動けないし、もう最悪だ。これもアウトカウント増えただけ。もう何してんだよ、盛り上がる対決になるはずが。一球打ってすぐ終わるっていうね。ロペスも打てよ、続けよ。絶対点入れられるんだから、このシチュエーション。もうそんなとこ振るなよバカが。あいもこんなストレート打てるわけもなく、2アウト。アウトカウントだけが増えていく。ポン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 ね、赤いランプが点灯していくだけだよ。流し打ちはメヒアの好守備でアウト。何したと点入らねえ。メヒアの好守備とか初めて見たわ。守備で頑張る人じゃないでしょ。うわもう最悪だよ本当に。
あれで入らないんだからね。どうしたって入らない。よく前回ソフトバンク相手あの点差から逆転できたな。不思議に思うわ。昨日の俺は誰だったんだ。あー正面アウト。石田は踏ん張ってるんだよな。5回投げての1失点、それはすごいと思うよ。でも打線がね全然打てそうないんで、菊池雄星さえ下ろせればいいんだけど、あーさすがにもう無理かな。一気になんか打たれ始めたね。ノーアウトランナー1塁3塁で、またメヒアだ。今日よく顔合わせるなメヒアと。正面もういいわ。2点目はねしゃあない。これ以上の痛手を負わないことだ。追っちゃったけどね。ゲッツーでいいんですよ、ここは。点差広がったよ。取らないと。でも、なんかもう無理。エンジン全開って感じ。菊池雄星がね。で、菊池雄星にもヒット浴びてるし。ひどいな。で、小林がマウンド上がりましたね。はい、その小林があっさりと失点しての3失点目。よくやるね、あんたね。勝たなきゃダメなチームが点やってどうすんねん。負けたいのかな。で、三塁線打たれての。4失点目。さあ、残る2イニングで、菊池雄星から5点取って逆転できるか。いきなりチャンスが来たよ。もう1点ずつ返していくなんて、そんなのんきなこと言ってられないからね。一気に5点。それどころか6点、7点ともうやっていくしかないんだよ。そこまで追い詰められてんだよ、こっちは。でも全然バットは当たりそうないんだよ。よくチャンス作れてんな。いや、これは叩きつけての内野安打もあるパターンじゃないか。足遅い。お前遅い、本当に。いつまで経っても遅い。2015年も遅い。2017年も遅いわ。現時点の2018年も遅すぎるわ、本当ね。そんなんだからヤマトンスタメン奪われるんだよ。当たり前の話だよ。ボーティング行きましょう。流れを変えるためには一発しかないでしょ。絶好調だからね。まあ、その絶好調でさっきは何もできなかったわけですが。得点圏で 8-0。 何しに EU はジャパンに来たんだ、教えてくれ。ここで打つために来たんだろ。いずれメジャーリーガーになる菊池雄星を打つためにね、洗礼を浴びせに来たんだよ。これがメジャーだというね、そういうところを見せてもらいたいね。三振。はい、オッケー。全然通用すると思う。今からメジャー行ってもいいね。2015年現時点で行ってもよかったと思う。三振。はい、8回、ノーアウトランナー二塁から何をした。三振しただけ。さあ、終わりはもう近づいてますよ。あー、でホームランも浴びちゃいますか。最後の6点目取られるっていうね。ほんで菊池雄星相手何もできずに終わるのか。いや大丈夫、2アウトから来ましたよ、チャンスがね。野球は9回、2アウトからとよく言うでしょう。ならば打つ。もうマウンドは菊池じゃないですからね、田中というピッチャーになってますが。え、はい、終了。ゲームセット。クソ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 アンドクソ終了。もうええわ、もういい、語ることはない。うんこでした。はい、非常にクソみたいな形でですね、この交流戦の西武戦が終了ということになりました。ソフトバンク相手に勝ち越したチームはどこに行ったのか。チャンスでクソみたいな凡退を積み重ねですね、結局終わってみれば一度も勝つことなく西武戦終了ということになりましたね。残る交流戦はあと2カードとなってます。次回の動画では楽天戦プレイ予定ですね。今回のようなクソゲームをまたお送りするわけにはいきませんので、次回はもっと楽しくなるはずなので、皆さんも楽しんで見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださった皆さん、ありがとうね。グググググバイマターボー。